まだでも小説の切り目で音変えようとしてる。そうですね。まだいけんねん、それ。まだまだ伸ばしとって大丈夫なはずやね。やっぱなんか焦ってるんですね。焦ってるから結局この切り替わりのところを目印にしてる感じで弾いてるよな、今なんか音、はい、僕一回あのガーッて伸ばすのやってみて、ワン、ツー、スリー、フォって、あんまり技術がどうとかじゃない、はい、ね、もう表現力そうな名前つけるの難しいけど、どっちかというと魂を表現したい感じのプレーになんねん。だから何の音かっていうのはスケール上の音で間違いな音弾いてない限り何の音でもええと思って俺プレーしたしな。はい、うんうんうん、でも今ってその小説線がどうとかってなかったやろ。はい、全くなかったです、ね。うん、でも聞いてて違和感あった、はい、ないやろ、はい、だからそんなにこうくっきりリセットせんでもいいんね。なるほど、うん、すっごい勉強になりました、うん、で最後の方なんかもう揺さぶったやん、もうなんか音がどうとかじゃないやんか、はい、もうこんなんやんか、これロックでようあるやん、はい、こういうのでこうあるやんみたいな感じな、はい、うんうん、やからもうそれでいったろうと思ったから、うん、だから計算してるようで計算してないし、偶然の産物もウェルカムみたいな感じでやってんねんよ、はい、ただその偶然の産物逃さないようにしようとは思ってるよ。はい、うん、あまり入りすぎると逃すな、はい、あ、そうですね。あの7割激アツやけど3割それをこう計算したり冷静に見てるのがこう同居してる感じの方が落ち着いて全ての状況を把握できる、はい、今バッキングしてどこのコード行ってるとか、はい、だんだん熱くなってきたな、だんだん冷めたな、だんだんちょっと落としてた方がいいかなとかっていう判断は、はい、もう激圧 100% になるとできなくなる。そうですね、バーサーカー化してまうわけやな、ね、そうですね、バーサーカーみたいな頭が攻撃しかせんねんな自分が死にかけとって物振り回しみたいなあのバーサーカーなってもわからん、バーサーカーすごいけどあのでもそうじゃない、冷静な面も踏まえ て, っていう、ね、ケアルラとかホイミとかちょっとできればしてほしいなと某ゲームのねうん、なるほど、うん、いや今回は本当に僕のためにね、本当にいやいやありがとうございます、本当に全然こんな重金属部もあっていいんじゃないですか。いや面白いです本当にっていうかもう勉強しっぱなし、どっちかいだ今日は作業工程みたいないや本当にありがとうございました、長なりましたけども、これからも田村先生をよろしくお願いします。どうもありがとうございます。